花火市星葉議車古墳有限公司反対アザ、花火市星葉議車古墳有限公司略称、花火市星葉英語、ワリングジンマオートモビル仕様、リミテッド略称、キャンクは、中国、馬安山州産区に本拠を置く、貨物自動車メーカー。1999年に創立し、上海証券取引所に上場しており、 同社の起源は1970年に設立された馬安山市健材機械工場にまで遡る。国際市場ではキャンクブランドとして知られる。花菱星場二社は健材機械製造業である馬安山市健材機械工を前身としており、1970年に工場の建設を行い、1980年代以降、主にミキサー車の製造を行っている。 1999年に暗記性和議者として正式に設立され、2003年4月に上海証券取引所に上場を行っている。この年に三菱不走との長期的な技術協力に関して署名したことで三菱の技術を用いた大型トラックの製造を開始。2004年に製造ラインから 車両の初出荷が行われており、2005年には海外市場への進出を果たしている。2008年には第2世代となる大型トラックの販売を開始。2011年3月、暗記制馬技社は資産再編により子会社となっている。再編後の2012年に現在の花火市星馬技社へ名称の変更を行っており、 同年ディーゼルエンジンの製造と販売を開始している。2008年、製品の需要が低かったこともあり2007年の世界、金融危機の影響を受けたことで2014年と2015年に営業損失を計上しており、2016年は株主からの投資により損失を回避し、3年連続の損失計上による上場廃止の危機を回避している。また、 この損失の一部は2015年後半に行われた子会社である建設部門の事業再編計画の失敗によるものであった。2017年6月、中国の国営コングロマリットである CHTC が花火社星場技社から建設部門市会社の株式15.24%を購入し、筆頭株主になることが発表されており、地方企業である馬安山市から 中央企業である国務院国有資産監督管理委員会に変更が行われる予定であった。なお、取引の一環として建設部門の株式と引き換えに CHTC が保有していたバス製造部門の買収も行う予定であった。2017年8月、花菱星場2社はバス部門買収に関する手続きの煩雑さから買収の中止を発表しており、 最終的に CHTC 側も2017年10月に出資に対する十分な保障が得られないとしてこの買収提案の中止を発表している。2020年7月下旬、石膏吉都市空港集団の商用車部門の子会社であるジーリーコマーシャルビークルズグループに対し花火市星場議社の株式15.24%を譲渡することで合意したことが発表された。 これにより、石膏吉都市空港集団は、花火市星馬技社の筆頭株主となり、参加企業入りとなる。花火市星馬技社は主に車両製造を行う暗記、花火式車有限講師と暗記製馬技社、小明有限講師、ディーゼルエンジン製造を行う暗記安脇各、動力有限講師、車軸製造を行う暗記、花火社協有限講師、部品製造を行う暗記成式。 不限有限工種の5社によって構成される。同社の主要工場は40万平方メートルで、年間10万台の大型トラック、5万台の大型特殊車両、5万機のエンジン組み立てを行う能力を有し、研究開発事業も行っている。キャンクブランドの車両は、東ヨーロッパ、北アフリカ、東南アジア、南アメリカ市場などに対し輸出が行われている。 花火市星場2社は三菱不走トラックバスや椅子自動車との技術パートナーシップを締結している。イヤー2014で展示されたキャンク H-08、トラクターイヤー2014で展示された各種キャンク車両。ありがとうございます。